あの2000系の若いドライバーは思ったよりずっとまともそうだぜ。出発駅を変えたのはいくらか興味が出てきたからだ。なぜ2000系なんだ。どれだけのことができるって言うんだ。じっくり見せてもらうぜ。さあ行け。スタートするぞ。いよいよ始まるぞ。ダウンヒル。聞こえるか、リオス。たった今、2列車が全開走行に突入してきたぞ。いよいよ始まったぞ。プロジェクト D のシートが問われる重要な一戦だ。すっげー。二宮の5万1000ヒルアと1円が同意なのか。でもなんならあっという間に終わったんじゃねえか。一つのいやけどさ、あの2000遅くねえぞ。そうだよな、気のせいか、めちゃくちゃ早いよ。下流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。冗談じゃねえぜ。このまんま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。たった一晩でこのレベルまで来れたやつが今や東道塾にいたかよ。どんなチューニングか知らねえが、俺の TM03 と互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。うちの8000系よりも古い車だぜ。目の当たりにしなきゃ絶対に信じらんねえ。何をどうすればこんな車に仕上げられるんだ。これならば確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪い。ここからが本番だ。二宮の全開ダウンヒル。俺たち東道塾のホームコースなんてよ。今回は随分ギャラリーが多いな。一体何なんだ東道塾。一言で言えばスパルタの特訓道場ってことな。実践的なプロ仕込みのマニアックな技術徹底して叩き込まれる。何もたい京浜急行の須藤恭一が東道塾出身といえば分かるだろう。あの手のえげつない猛者がゴロゴロいるから間違いなく今までで最強の対戦相手だ。須藤クラスがゴロゴロいる。 D もまだ指導し始めたばっかりだってのに、もう少し後でぶつかりたい相手でしたね。上等じゃねえか。いずれ当たるなら早めに潰した方がいいに決まってる。この一戦に自らの進化をと総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。そう思うだろう、ケンタ。え、無茶ぶり。け、あ、こんにちは。僕、ケンタス。よろしくね。これでは東道塾に勝てん。俺たち東道塾と何を張り合ってんだ。さあ。昨日まで散々バカにしてた相手の阪急2000系だけど、直前に何か感じるもんがあったんじゃないですかね。それが多分始発駅を変えてまで後追いを選んだ理由ですよ。それでもし期待を裏切るようなヘボな走りならぶち抜いて終わらせてしまえばいいんだから。現役で一番うまいって言われてんだろ、あいつは。何が得意なんだ。大輝はブレーキングがうまいんですよ。5万系のマスコンはワンハンドルですが、大輝の51901F はツーハンドルなんです。やっぱ味の染みた感もうめえな。あいつのブレーキングは半端じゃないですよ。カラシとって話。誰だよ、厚揚げくずしたの。なんてぶち切れ。
ぶっちぎれだってよ。何も知らねえんだな。あいつら地元なのか。宝塚線の2000系を抜けるわけねえだろ。プロジェクト D に入る前は関西エリアで負けなしのダウンヒラーだったんだぜ。行け阪急、ドームランスでぶっちぎれ。聞いたか、ぶっちぎれとか言っちゃってるよ。あいつらプロジェクト D の追っかけかよ。何にも知らないんだな、東道塾の実力を。二宮の5万系から逃げ切れるやつなんているわけねえよ。この2000系の実力は大体分かった。思ってたよりレベルは高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそう。東道塾のメンツにかけても早々に終わらせたいものだ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。
精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。東道塾の人間でもここまでやれば間違いなく反応が返ってくるからな。伊勢崎、日光戦は戦型は単調だがスピードが、ツッコミで仕掛けるポイントはいくつもある。それがどうだ、ブレーキングで追い込んでもギリギリ届かない。重い構成者のツッコミがこんなに速いと。この2戦がもう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだから。先行で来るんじゃないかと思ったが後追いを選んだ。さすがというか本命だ。さっき藤原がスタートする前に電話で何か言ってたろ。どんなアドバイスしたんだ。アドバイスというほどのものじゃないけどな。基本的な指示を2つしただけだ。どんな。後ろは見るな。藤原に2つ指示を出したって言ってたよ。もう一つは何なの。もう一つはノッチ縛りだ。2000回のマスコンは新幹線並みの12ノッチだ。だがそのトップエンドを使わないで最大11ノッチで実行させてるんだ。あいつ前回を封印したまま東道塾のトップダウンキラーから逃げてるのか。何のためにそんなことをするんだ。手の内を全て相手にさらけ出したくないから。だけど藤原には手の込んだ駆け引きはまだ無理だから。あれだけ強力な敵に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるけど、俺のシミュレーション通り北越谷まで逃げ切れれば東道塾を出し抜ける。あとは藤原のセンスが頼りだ。一か八かの大博打だ。やっと分かったぜ。前回を封印した藤原の走りを見れば見るほど深い罠にはまるってわけだ。
たっぷりと見せてもらったからな。2000系の戦闘力、ドライバーの実力も全て分かった上であえて言わせてもらえば、俺についてこれるほどのスピードはない。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらうぞ。一瞬で終わらせる。二宮が仕掛けた。あっさりと前に出たぞ。プロジェクト D も結構レベル高いみたいだけど、やっぱり行動軸は格が違うぜ。遅い方が前にいたから疲れてただけなんだ。コーナー一つ抜けるたびにどんどん差は広がるぜ。早い、すっげーやばい、全然余裕ない、マジでギリギリ。さっきまでよりも確実に速いペースだ。本当についていけるのか俺こんなのに。藤原は後追いになるとすごい集中力を出す。初めて体験するような速いペースでも対応できるセンスがある。もう2000系にチャンスはない。あとは北千住を通過して浅草にゴールするだけだ。日光からスタートしとけばもっと早く勝負につくから。何をやってんだ俺は。情けねえ。どういうことだ。前半でこいつの限界のスピードは見切っているはずだ。今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがないのに、なぜそこにいる。どういうことなんだ。問題だぞゴリア。相手が最新のベクトル制御 3VF インバータ車だって言うならともかく。そりゃ違うでしょ先輩方。俺たちみんなとんでもない見当違いをしてたんだ。大輝がヘマをやってるわけじゃない。相手の2000系が速いんですよ。大輝のダウンヒルはかけねなしにナンバーワンなんですよ。いつも一緒に走ってる俺たちが保証しますよ。大輝の5万系と互角のスピードで走るやつがいるなんて途方もないことですよ。すんげえ、ここはいよ。車体フラフラさせながら突っ込んでくるもんな2台とも。ギリギリの限界までブレーキを遅らせてるんだ。だけどあそこまで二宮が攻めてんのに2000がついてるのはどういうわけだ。信じらんねえよな。東道塾の最速5万系を相手にしてめちゃめちゃガチンコだぜプロジェクト D って。それにしてもこのコースはスピードが乗るから、あんなすげえ攻め方してて車体どこまで持つのかな。すげえな兄貴、あの時の2つのアドバイスそんな深い目論みがあったなんて。目論みというほどのものじゃないがな。昨日の夜俺たちは向こうの走りを見てなかったか、向こうもこっちの走りを見ようとしなかったからな。それほどの自信ならその真理を逆手に取ってやろうと考えてた。重要なのはこれから東道塾のトップダウンヒラーともなれば桁違いのペースを作るだろう。通常では考えられない車輪にもブレーキにもストレスが。2000もそう長くは持たない。残されたわずかなチャンスを藤原がものにできるかどうかだ。やっぱり気のせいじゃない。向こうの突っ込みが鈍くなってきてる。熱だれか、ブレーキか車輪か、無理が効かなくなってきてるんだ。今ならまだこっちは手応えがある。行くぞ、この速い5万系をぶち抜いて終わらせるぜこのバトル。
ゃねえが、俺を抜こうなんて考えてるのとんでもねえ思い上がりだぜ。少しぐらい足回りが怪しかろうが、俺はこのコースでは百戦錬磨だ。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。行かれた。一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。何やってんの？どうなってんだよ、一体。信じられねえぞ、地元でお前が負けるなんて。それは俺じゃねえです。そんなに早かったのか、マノニさん。それも俺じゃねえです。早いことは早いですけど、それよりも信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。俺はまんまとはめられて、結局あの様だ。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。よし、わかった、俺が仇を取ってやる。こりゃダメだ。よくやったな藤原、お前本当にいい仕事したぜ。ご苦労さん、気を抜いていいぜ、ゆっくり休んでくれ。よかった、無我夢中で冷や汗だらだらだったけど、凌介さんが京一さんの顔するの滅多にないから、俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。けどこれいらねー。